このチャンネルでは全国47都道府県6000杯以上のラーメンを食べ歩いた私が静岡県を中心に全国のラーメン店を紹介していきます。ブログやツイッター、インスタグラムも概要欄にリンクを貼っておきます。気になっていたけど入ったことのない店や最新のラーメン店情報がもっと知りたいあなた、チャンネル登録をしてくれると励みになります。動画の最後にいただいたコメントに対する返信などがあります。ぜひ最後までご覧ください。今回私が食べたのはパタン本店バージョン、スープ付きになります。麺の量が選べたので 300g にしてみました。これは小のサイズっていうことになりますね。ニンニク増しとね、油増しができたんで両方をお願いしました。で、提供された時点ではね、ものすごいニンニクの匂いです。トッピングはチャーシュー、キャベツ、長ネギ、ニンニク、うずらなどが乗っています。極太麺にはね、最初から醤油だれとかごま油が絡めてあって味はついています。その上からね、刻んだ生ニンニクと背脂が乗っています。しかもこれが大量なんですよね。よくね、混ぜながらいただきます。ネギも結構な量混ざってますね。背脂にはね、味がついていて甘みとしょっぱさのバランスがすごい面白いですね。そして刻み生ニンニク、結構辛さがあります。これがね、胃にずしんとくるんですよね。これはたまらない。いやー、これはものすごい攻撃力ですね。ニンニクはね、マシにしなくてもデフォで結構な量が入っているようです。スープにはね、キャベツとチャーシューが入っています。チャーシューはね、肉厚でよく煮込まれていて、箸で掴むと崩れ落ちるほど柔らかくなってますね。そしてスープ自体が豚骨ベースになっています。スープ自体はね、さらりとしていてマイルドなんですよね。この豚骨がね、本店バージョンで、通常のものはスープがチンタン系になっているとのこと。店長さん曰くね、たまたまあったから提供できましたとのこと。いやー、これ運が良かったですね。極太麺はね、一度水で締められていて冷たいものです。これがね、なかなか凶暴で弾力があって口の中で暴れ回ります。混ぜの極みザファットのメニューなんですけど、汁なしミニ800円、汁なし小900円、汁なし塩ミニ800円、汁なし塩小900円、汁なしすっぱ麺ミニ800円、汁なしすっぱ麺小900円になっています。お土産ラーメンという名前でね、テイクアウトメニューもあります。他ね、毎週のように期間限定なメニューがあって、お客さんを飽きさせないような工夫がされています。期間限定メニューはお店のツイッターなんかで確認してください。麺の量なんですけど、ミニが 150g、 小が 300g から選べます。ちなみにね、一般的なラーメンの麺量は 120g から 160g ほどなんで、小とはいえね、他のお店の2倍ぐらいの麺量になるんで注意が必要です。ちなみにね、こちらのお店初訪問の時にいきなりサイン求められてね、ちょっとびっくりしたんですよね。今でも飾ってあるんで、ぜひ気になる人は見てください。静岡市清水区草薙の混ぜの極みザ・ファットンなんですけど、 JR 東海道線草薙駅から徒歩3分、南幹線から草薙駅に入ってくるところの交差点の角にあるラーメン店です。草薙駅はね、リニューアルされて新しくなってましたね。ここのお店ではボリュームたっぷりでジャンクな混ぜそばが食べられます。以前もラーメン店だった場所なんですよね。横浜にね、ファットンっていうお店がありまして、その系列店になります。ファットンはね、最強の次世代ラーメン決定戦で2年連続優勝している超人気ラーメン店です。外観はね、派手な感じでカラフルな色使いで目立ちますよね。店内はカウンター12席、
テーブル4名 ×3 席、合計24席あります。結構広いですね。お店に入って左側に券売機、その横の壁に写真入りのメニュー表が貼ってあります。この写真入りはね、どんなものか想像つくんでありがたいですよね。水はセルフサービスになっています。最初はね、麺を食べて最後の方にスープを飲もうと考えていたんですけど、麺の方の味が濃くてニンニクがねものすごい強烈なんで、つけ麺のようにつけてもいただきました。説明書きにはね、冷やしにニンニク混ぜそばと書いてありました。これはね、インパクトの強いというかね、強すぎる一杯ですね。この1年の間に食べたラーメンの中で最もインパクトが強い一杯だったかもしれません。周りのお客さんはね、若い人、しかも男性ばかりで、おじさんは私一人でしたね。大学生も多かったと思います。さすがにね、毎日はきついけど、この暑さを乗り切るためにはたまにはスタミナをつけなきゃいけませんね。いやー、いい体験ができました。行ってきました。静岡市清水区のマゼの極みザ・ファット。夏の数週間しか食べられないパタンというスープ付きのマゼそばをいただきました。本店仕様とのことでね、通常は使われない豚骨スープになっていました。それにしてもね、このニンニクの量がね、今まで食べてきたラーメンの中で一番多いんじゃないかと思います。最後はね、つけ麺のようにして食べたんですけどね、これ今まで体験したことのない味でね、もう興奮しっぱなしでしたね。もうニンニクの辛さでね、胃がカーッとなりましたね。コメントに対して答えてみるのコーナー。静岡県浜松市の浜名にいただいたコメント、かさぶた麺とさん、ありがとうございます。買い出しですか、追いホタテ興味深いです、行きたくなりましたとのこと。静岡県内では買い出しラーメンって珍しいですよね。菊川市のなばなとか三島市のともしび屋なんかが思い浮かびます。ぜひね、機会があったら行ってみてください。リスペクトワールドさん、コメントありがとうございます。美味しさで腰が抜けてしまいそうですねとのこと。ちょっとね、大げさとは思いましたけど、いや本当にね、とても美味しかったですよ。ここなかなか他では味わえないラーメンだと思いました。静岡ではしご酒 TV さん、ありがとうございます。やっぱりトイレットペーパーはダブル派ですかとのこと。やっぱり使い比べるとね、お尻に対して肌触りがダブルの方がいいような感じがするんですよね。家には常にダブルがあります。ラーメン全然関係ないんですよね、このコメント。ちなみに皆さんどっち派ですかね。今後もコメントをお待ちしています。コメントがないという方はね、高評価ボタンを押していただけると励みになります。よろしくお願いします。